マリ共和国マリの言語マリ共和国は多言語国家である。マリ共和国で話されている言語には古代の入植様式、移民、長い歴史が反映されている。S のローグにより80こと語が集計されている。これらの中でフランス語が公用語でバンバラ語が最も広く話されている。全部を合わせて13のマリの原住民語が国語としての法的な地位を有する。 英サインインフレンチアット、英モニュメントインバマコ、植民地時代に導入されたフランス語が独立しても公用語として残り、政府や正式な教育で使われている。実際のフランス語話者の人数は少ないと推定される。1986年には学校の出席者数からマリでのフランス語話者が38万6千人と推定された。これはフランス語話者が 大まかに人口の21%であり、バンバラ語話者よりはるかに少ないことを意味している。マリにおけるフランス語話者のほとんどは、フランス語が第二言語である。1993年の推定では、第一言語としてのフランス語話者がわずか9000人ほどだった。フランス語は都市部の中心でより理解されている。1976年には、 都市部に三十六点七パーセントのフランス語話者がいたが、農村部には八点二パーセントしかいなかったことが判明した。フランス語使用には性別も関係する。九百八十四年には男性話者が十七点五パーセントに対して女性話者が四点九パーセントしかいなかったことが判明した。マンディング書語のバンバラ語は第一言語または第二言語として、 人口の80%に話されていると言われている。主に、マリ中央と西部である。バンバラ語と禁煙の二言語、南西部のマニンカ語、EN、カッソンケランゲージが13の国語に含まれている。マリで、バンバラ語は、言語グループの間で、公益言語として使われている。また、バンバラ語は、コートジボワール、ブルキナファーソで話されている、ジュラ語に非常に近い。 ユラという名前は、マンデゴで、公益者という意味である。その他のマンデゴ派には、ソニンケ語、EN、ロゾランゲージが含まれている。その他の言語は、モプティ地方内あるいは超えて、広く使われる、公益言語として、南部のシカソ地方のセヌフォー語、フラニ語、エスニジェール川沿いのアンヒランゲージズ、マリ中央のドゴンランゲージズ、マリ東部のサハラ砂漠のトゥアレグ語、 西部のアラビア語が含まれている。最も幅広く話されている13の原住民語は国語とみなされている。マリのほとんど正式な老教育には、老舎のアメリカの宣教師、アンドリュー・フォスターにより西アフリカに導入されたアメリカ手話が使われる。マリには2つの異なる手話がある。一つが EN、パブル・サイン・ランゲージで、先天性難聴の発生率が高い村で見られる。 もう一つが EN、バマコサインランゲージで都市部の仕事帰りのお茶のサークルで開発された。それはアメリカ手話が教育に使用されることによって脅かされている。マリの言語のほとんどがマンデンゴ派に含まれていてアフリカ最大の語族であるニジェールコン語語族の語派の一つとみなされている。マンデンゴ派でない言語はドゴンランゲージズ、セヌホゴが含まれている。 逸脱した SOV 型により、マンデ語、セヌフォ語、ドゴンが、ニジェールコンゴ語,語族の中で目立っている。EN、グルランゲージズは、マリとブルキナファスを流れる EN、バニリバーのボムランゲージに代表される。フラニ語は、西アフリカ全体で話され、EN、セネガンビアンランゲージズの一つである。その他の語族、アフロ、アジア語族は、ベルベル語派、タマシェク語、アラビア語、 損害ランゲージズに代表され、損害は伝統的にナイルサハラ語族に分類されているが、独立した語族を構成する可能性がある。The following table gives a summary of the 63 spoken languages reported by a sno nome first language mother tongue speakers figures from a sno go second or additional language speakers it is difficult to ゲットアキュレートフィギュアスフォーディスカテゴリーフランス語が公用語である。1996年の法律96から049により13の原住民語が国語として認定されている。この法律は1982年7月19日の法律 159PGRM にとって変わった。フランス語は標準的な学校カリキュラムの一部である。 一年生でマリの言語を使用し、フランス語に移行するという新しい政策がある。活動家はまた、標準化された無こ語の形式におけるマンディング書語の話者への式辞字を教えている。ありがとうございます。